公共曲第4番派単調作品12は、ロシアの作曲家、セルゲイ・タネーエフが1898年に作曲した公共曲。タネーエフは1875年から1898年にかけて4曲の公共曲を書いたが、作品番号が付けられ、かつ作曲者の生前に出版されたのは、1898年に書かれた本作のみであった。 現在は作曲順に番号が振られており、最後に作曲された本作が第4番となっている。1898年3月21日、サンクトペテルブルクにおいて、アレクサンドル・グラズノフの式で初演された。なお、この作品はグラズノフに検定されている。フルート3、オーボエ2、クラリネット3、ファゴット2、コントラ・ファゴット1、ホルニ4、トランペット3、 トロンボーン3、チューバ1、ティンパ2、トライアングル、小太鼓、シンバル、弦楽5部。トライアングル、小太鼓、シンバルは第4楽章でのみ用いられる。大を駆使し、作曲者の演熟した語法が見られる作品で、循環形式を用いて書かれている。演奏時間は、第1楽章の繰り返しを含めて約40分。アレグロモルト、破綻帳。 4分の3拍子、そのた形式。弦楽器のユニゾンとトロンボーン、チューバにより、CG フィスという循環主題が叩きつけるように提示される。もう一度循環主題を叩きつけると、チェロ、コントラバスとを覚え、ファゴットで短い動機の掛け合いとなる。次第に厚みを増して盛り上がっていった頂点で、第1主題が高らかに提示される。音量が落ちていくと、 変異蝶々の息の長い第2主題が、チェロとコントラバスに現れ、次いでフルートに受け渡される。定時部の最後に反復記号が付けられているが、その前のかなり長い部分が反復記号括弧の形をとっており、反復なしで演奏した場合、音楽内容や演奏時間が大きく異なる結果となる。一番括弧の中盤で変異単調の特徴的な第3主題が現れる。 二番格好から展開部に入り、転調を重ねながら、第三主題と第一主題を中心に、同期が徹底して展開される。金管楽器が循環主題を吹き鳴らすと、激しい盛り上がりを見せ、第一主題が再現されて、再現部に突入する。第二主題は、波長長。第三主題は、波短長で再現され、波短長で勢いよく、曲を閉じる。アダージョ。 変異蝶々、4分の2拍子、ABA の3部形式。ホルンと、バイオリンで、A 部分の主要主題が提示される。この主題の冒頭は、循環主題の変形となっている。弦楽器のピッツェカートの伴奏で、木管楽器が歌う、部分、金管楽器主題の重々しく静かなコラールを経て、ピューモッソとややテンポを早め、チェロ、コントラバスの細かく激しい動きの旋律と、バイオリン、 ビオラのシンコペーションがぶつかり合う B 部分に入る。大声ボエに歌謡的な旋律が現れるが、再び低減の旋律が回帰する。牧歌的な木管楽器と弦楽器の掛け合いを経て、木管楽器のオブリガートを伴って A 部分の旋律がチェロに回帰し、大きなクライマックスの後に音量を落としてゆき、弦楽器のピッツェカートと木管楽器主体の響きとなり、最後は、 バイオリンソロが上昇して消えてゆく。スケルツォ。ビバーチェ、ヘチョウチョウ。8分の6拍子、ABA の3部形式。オーボエに無給動的なスケルォ主題が提示される。細かい掛け合いから全合奏まで一気に盛り上がり、すぐに静かな音楽となる。シンコペーションを多用し、また半音階的に転調を重ねてゆく。突然、 4分の2拍子のトリオ部分に入り、弦楽器に第2楽章の A 部分の主題が再現される。トリオ部分は第2楽章の階層が中心となり、盛り上がっていった頂点でスケルツォに回帰する。最後は静かに消えてゆく。アレグロエナージコ、モルトマエストーソ、波端長波長長、2分の2拍子変則的なロンド形式。フルート、クラリネット、バイオリンで、 勢いよく、行進曲風の主題が提示される。これは、第一楽章第一主題の階層である。対方的に音楽が進んでいくと、突然、バイオリンとビオラで、変歩単調の、どっしりとした主題が提示される。再び第一の主題が、中心の音楽となり、しばらく後に、平単調で、第二の主題が再現される。提言に、第一楽章、 第2主題のリズム動機が現れると、突然音楽は断ち切られる。モルト・マエストーソのコーダは、第1楽章、第2主題を高らかに響かせて開始される。転調を重ねつつ、第2楽章の主題も改装され、循環主題が金管楽器群に登場すると、力強いは音連打となり、波長調で曲を締めくくる。ありがとうございます。